トミトミ爺だよ。今回のビデオはね、お前の家の時に結構コメント欄でさ書かれてたことがあって、みんな多分知ってると思うんだけども、ついにね買ったんだよ。ブーシュコー網を買いました。ついにね俺も網デビューということでね、今までこの、わかる、コンロの上に直接置くことが多かったあれ、それがね、ついに網を使ってね、焼くことができるようになったということで、その網に焼かれる第1号は、やっぱり、大きなアワビ。今回はアワビちゃん、網を使ってアワビを焼きたいじゃない。かなりね、いいね、アワビを準備しましたので、アワビをね踊り焼きをしていきたいと思います。このアワビのここだね、を水で洗う、やっぱ汚れを落とさないと。そしたらね、みんなお楽しみの火をつける前にね、この網をね、コンロの上に敷くよ。本当はね、炭火焼きとかそういうのが良かったんだけども、やっぱりね、そこは近未来のさ、日本人ならばもうコンロになっちゃうわけだ。じゃあね、みんなが待ってた、ついに待ってたね、網を敷いてね、こうコメント欄にね、ずっと書かれたんや。網買い、網買いって買いたかったよ。でもね、どうせ網を買うんだったら、なんかのきっかけがいいじゃない。だから俺はね、新居に引っ越して網を買いました。網を置いて火をつける。いや待てよ、火をつけるのもいいんだけど、網を置いてアワビを置いて火をつける、これがいい。あー、それっぽくなった。それじゃ焼いていきたいと思います。お、いいね、網を使ってるからね。うん、ちゃんとこう均等に火が通るからね。はい、お、まだ動く、まだ動く。うわ、おいしそう。できましたー。いやー、網の上で焼いたアワビやっぱりね、いいねー。いやー、網を買って正解だったよ。さぞかしこのアワビも美味しいんだろうね。いただきまーす。結構でかいサイズのアワビだからね、これは美味しいと思うよ。すっげー、久しぶりにアワビ食った。うん、いや、このコリコリ感がやっぱアワビだよ。アワビのコリコリ感と上品な癖、これがやっぱりね、アワビだよね。うん、網を買うとやっぱりこういろんな可能性が広がるから、またね違う魚介をこう網を使って焼くんで、見てね、バイバイキーン。Thank you for watching this video. グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。通知もね、よろしく。撮影の裏側とかね、プライベートを公開するようにね、インスタグラム始めたから。あとね、LINE スタンプだね。結構ね、好評なんで、よかったら、じゃあみんな、バイバイバイキーン。